そして今シーズン途中から千葉ジェッツから加入してきたジャスティン・マッツ、1月から加入してきました。さらには同じく今シーズン彼の加入でここまでポイントガードとして支えてきましたアントニー・クレモンズ、同じく新加入でここまで大活躍。さあ一方の同じく渋谷ロッキープレイヤー、またホーキンソン少し空いたがギブスに入れたエンバー、今ローポストのところでギブスがすごいスクリーンをかけたんですよ。石川ブラントがスクリーンをかける、そのブラントに栗原からいいパスが通りました。今ギブスにマッチアップしているのはこのマーシャル、あとショーディフェンス、なんとか繋ぐか、繋いだ繋いだ、カットボールですね今のは。そしてベンジャミン・バズリージャスティン・マッツ、マッツ、あここはホーキンソンのブロックショット、今日2本目。そして走っているクレモンズ、ファーストブレイクでエンバー。じゃあじゃあプレッシャーかけてスリーポイントは打たせたくないんでね。ただクレモンズ中に入っていった、決まりました。ちょっとクロックが残り5秒、あかなり石川には田中がついてますね。ジャスティン・マッツ、マッツ抜けていった、よく決めた。ここも後ろ向きのような形で最後決めていきました。ミスマッチ、ホーキンソン、ユーロステロップ、エンバー。さあそしてベンドラメからホーキンソン空いていた、よく見てますね。ここで新州タイムアウト、田中が来て15点差ですからね。クレモンズが抜いた、ホーキンソンが空いた、来た、さすがだ、これはさすがですよ。15点からどちらに点が入るか、あミスマッチ、ダブルチーム、おーうまい、ホーキンソンのフェラメ、うまいですね。クレモンズ、ホーキンソン変わったちょっとオフェンスリズム変わりましたね、これね。中に入ってベンドラメ、エンバーン。さあ新州とすればターンオーバー誘発できました。中にいいパスを打ってマーシャル、負けられないんですね絶対。そうですよね、そのアウトのテンポが大事なので、中に入った、はい、でドンディー、ただ後ろから上級ホーキンソン、ここダブルチームに行った、よく石川取りましたね、奪いました。そしてまず中で2点、ジャスティン・マッツのダンクシュートが決まりました。ただ3、6カーズシネアが最後まで逃げ切りました。運命の最終節ゲーム1、ものにしたのはサンロッカーズ渋谷。